写真拡大。阪神 DeNA 一日甲子園球場。本来なら観客数の上限が緩和されるはずだったこの日、ファンが座る座席に偏りが見えた。バックネット裏、一塁内野席、ライトスタンドなど、阪神ファンに人気の席種に観客が集中。特にライトスタンドの下段はほとんどが埋まった。逆に三塁側は空席が目立った。NPB は6月末に政府指針に従い、8月1日から収容人数上限の 50% まで緩和することを決めた。これを受けた阪神は、7月10日に8月1から6日までの甲子園5試合で、入場者数の上限を1万8000人に引き上げると発表していた。しかし、新型コロナウイルス感染が再拡大。NPB は政府方針に従い、同23日に収容人数の上限を見直して、8月末まで上限5000人を継続することを発表した。阪神は7月20日にチケット販売を見合わせていたが、1日 DeNA 戦は5000枚を販売済みだったため、先に売れていた席種に観客が集中した。